はい、こんばんは。本日はこの前紹介したこのなんだっけ、ライトつけたまま入るホルスター、これね、部品を外しちゃった、ある人からコメントもらって、このパカパカする部品、ここについてるんですけど、こうやってここだっけ、あ、ここにこうついてるんですけど、要はライトをこうパカって開いてかわすバネでなってるんですけど、外して使ってたっていうことだったんで、確かにそれ一理ありだなと思って外してみました。あとやっぱこのロックが、このここのエジェクターのとこのここに引っかかるんですよね。だから爪がここをグーッとこう当たってこうカチンと入るんで、なんかすごい傷だらけになるっていう人が結構コメントもらっていただいてて、嫌なんで、やっぱまあ多少はいいんですけど、そこを爪の部分を丸くしたりとか面取りして、あとやっぱこの辺も当たるところがあるんで、そこも大幅に削りました。そうしたことによってなんかこんな形状になりましたね。でライトつけたままでも入るし落ちないし、サバゲで使うのは危険な気も、その方も言ってましたけど、ここはパカッてこう開くと、あーでも取れないっちゃ取れないけど、走り回ってたら分かんないですよね。まあ自分サバゲやんないんで、インドアぐらいだったらいいかなと。でそのパカパカ外したのと中を面取りしたことによって、すごいスムーズになりました。どっかで騙せるかな、よし、ここに入んねえな、なんだろうな。あとここにね、ここはちょっと押しにくいんで、ここになんか盛り上げ気をつけた方がいいかもしれないです。若干ちょっと押しにくいんで、もうなんかほぼ銃が丸見えみたいなホルスターなんで、またなかなかいいですよね。でもちろんライトを取っても入るし、でまあ自分家打ちなんで、家打ちでカッコつけるときにつけるぐらいでもいいかなと。ライトつけたまま入るのいいですよね。でもね、なかなかないんですよ。こう全体を覆うやつだとでかくなっちゃうし、そういうのだと今度ライトつけてないときガボガボになっちゃったりとか。あとね、これこう壁掛けするのにいいんですよね。こうフックとかにこうかけとくじゃないですか。なかなか展示用にいいかなみたいな、こうやって、まあ逆でも。なんで今このまま吊るしてあります。自分のこれはちなみにカーボネイトの M45 です。だいぶ前に買ったやつですね。うっ、音がすごい。でセーフティーかけてた方がいいですね。やっぱスライドにこうやるんで、セーフティーかけてないとちょっとスライドが動いちゃったりとかするんで。うん、すげえスムーズになった。あのコメントくれた人すごいありがたいです。本当に見た目もね、このカバーがあった方がかっこいいなって自分は思ってたんですけど、このカバー見た目こういう感じになるんですけど、なくてもないとないでまたいいかなみたいな。ただトリガーが抜き出しだから、リアルだと危ないですよね。セーフティーかけてなくてここに指かけたら撃てちゃうから、リアルだとちょっと危ないかもしれないですね。あの本物の銃だと自分の足撃っちゃったりするから、やっぱトリガーは隠れてた方がいいんでしょうけど、まあ自分の個人的に家で楽しむ分にはいいかなと。で多分明日あたりにこれのグロック17用と P320 用、 M17 用のが来るんですよね。この M17 用の、まあそれもちょっとレビューしていこうと思います。なんせ安いんですよ、1100円とか送料が1000円ぐらい取られるから、まあ実質2000円なんですけど、2000円でも安いかなみたいな。
まあ、ダメ元で買ってみたんで。ということで、また新しいのが来たらレビューします。あと2、ちなみにこの、先ほど紹介したこれ。ここに刺してるといかち。デザートイーグルです。以上。